三鷹駅は東京都三鷹市下連弱三丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は中央線快速電車が JC12、中央、総武線各駅停車が JB01。当駅に乗り入れている路線は中央本線のみであるが、一般列車の運転系統としては、当駅移動で急行線を走る特急列車と中央線快速電車、 および観光線を走る中央、総武線各駅停車が停車する。また、成田空港駅方面から直通する特急、成田エクスプレスも停車する。中央、総武線各駅停車は当駅を運転系統の起点もおよび終点としており、お茶の水駅からの中央本線の複々線区間は、当駅までとなっている。当駅以西の複線区間には、 特急列車及び中央線快速電車のみが乗り入れる。大月、甲府方面まで運転される普通列車は1993年11月30日までは新宿駅、東駅、立川駅に停車していたが、同年12月1日のダイヤ改正以降、定期列車として東駅に停車し、新宿駅まで運転するものは、ホリデー快速など臨時快速列車を除きなくなり、 中距離電車は、立川駅、八王子駅、高尾駅発着となった。島式ホーム3面6線を有する地上駅であり、京上駅舎を有している。直営駅であり、管理駅として、吉祥寺駅、武蔵坂駅を管理下に置いている。ホーム中央、または、東京寄りに、すべての改札につながる階段、エスカレーター、エレベーターがある。 ホームは1.2番線が観光線、3.45.6番線が急行線に使用されている。急行線ホームでは、中央特快、合梅特快、通勤快速と快速との緩急接続及び特急、通勤特、会の通過待ちが行われる。西側に三鷹車両センターが併設されている。開業80周年を迎えた2010年6月26日より、 終戦直後から1951年まで三鷹市で暮らしていた作曲家の中田義直の代表作であるメダカの学校をアレンジしたものを発射メロディとして使用しているメロディはスイッチの制作で編曲は塩塚博が手掛けたアレンジはホームごとに異なっている出入口からコンコースまでエスカレーターとエレベーターが通じている南口のエスカレーターとエレベーターは アトレビミタカおよびペデストリアンデッキにある。駅の下に玉川上水が流れる。2020年度の1日平均乗車人員は7万1399人であり、JR 東日本の駅の中では、神田駅に次いで第43位。中央特開通貨駅の吉祥寺駅の方が利用者数は多い。他線との接続がない JR の駅の中で最多の。 乗車人員である。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。駅の真下には、玉川上水が流れており、ほぼこの川に沿って、三鷹市と武蔵野市の市境が走っている。北側は、武蔵野市中町一丁目及び、三鷹市上連塾一丁目、南側は、三鷹市下連塾三丁目、上連塾二丁目及び、武蔵野市後天山二丁目となる。 駅前にロータリーがあり、北方面に伸びる中央大通りに並木が続く。この通りは三鷹通りと合流し、沿道には武蔵野警察署や武蔵野郵便局など観光庁関係の施設が多い。また、駅前ロータリーには彫刻家、北村聖望の作による武蔵野市世界連邦平和像が1969年に混流され、設置されている。 など駅前にはロータリーの2階部分に駅南口から続くペデストリアンッキが広がり、駅正面には再開発ビル、ネオシティ三鷹がある。ロータリーに面した位置は銀行産業とパチンコ店2軒が占めている。ロータリーの南側に向かって三鷹中央通りが伸び、この通りを挟んで比較的小規模な商店が広がり、駅前商店街を形成している。なお、 2006年3月に三鷹駅南口駅前広場第2期整備事業が完了した。また、毎年8月には恒例の三鷹川踊りが行われる。ムーバス、関東バス、西部バス、小田急バスが発着する。2011年4月より駅前の改良により乗り場の変更が行われた。小田急バスと京王バスが発着する。 2016年10月17日に乗り場の変更があった出店報道発表資料新聞記事ありがとうございます。